はいどうもみなさん、こんにちは。今日も、えー、仕事から帰ってきました。えーと、今日も、えー、エグザイル第一章のことについてお話ししようと思います。ま、ああの、特に、清木、清木場清木場俊介の、えー、いいところ、えー、6つ探したので、まあ、それ以上あると思うんですけど、絶対にあるんですけれども、自分が確実にここが好きだなっていう部分をちょっとピックアップして、6つにまとめてみましたので、ぜひ、えー、聞いてみてください。えー まず一つ目になるんですけれども、えっ、ー、と、音域の広さですね。音域が本当に今日木場俊介は本当に広くて、もあもちろん EXILE 自体の曲自体がものすごく、あの音域がすごく広くないと普通の人って歌えないんですよ。もうそれだけ技術もさることながら、やっぱりことの音の出る、 あの、低いローボイスからもうハイピッチまで、もう、あーって感じ、いろいろと出さなくちゃいけないので、本当にそれが、あの、すごいところだなって思います。で、まあ、二つ目なんですけれども、これは意外とあんまり知られてない人、知ってない人もいるかもしれないんですけど、もう、声量がでかいってことなんですよね。あの、声量、本当に、 あの声量なのにもかかわらずあんな甘い声が出せるということなんですけれども本当にね、厚紙とこう、清木場が歌ってるところを見てもらえばわかると思うんですけど厚紙もかなり声量ある方だと僕は思うんですけどあの、高広は絶対に厚紙よりもあの声量は足りないですね厚紙の順番で言ったら高広厚紙清木場みたいな。清木場みたいな。<laughs> 気を気、キオキ分がめちゃくちゃもう声量がでかすぎて、もうなんかマイク使わなくていいんじゃないのみたいな感じに自分は思っちゃいますね。はい。何が一番わかるかなもう本当にあの、多分天性のものだと思います。はい。で、三つ目は、まあ、さっきの話と被るんですけれども、甘い声とあの、シャウトの時の声の あの、出し方っていうものが、ものすごくメリハリがある声がついてるっていうことなんですよ。もう本当にバラード調だったら、本当に、あーみたいな感じなんですけど、あの、なんていうんだろう、サビのところで、あの、キャリオンとか、あとそういうアップテンポな曲だと、すごいバーンバーンって感じで、あの、大師匠の、あの、歌に関してはもう、めちゃくちゃオーバーとかもそうですよね。 星もないよ、空に願いを込めてって感じ。こうすごい、ガーのところがすごいですよね。ああいう感じで、あの、ものすごいんですよ、本当に。で、四つ目が、あの、拳が速いってことなんですよ。拳って何かわかりますかね。あの、拳っていうのは、よく演歌歌手とかが、ああ、みたいな感じでやってる感じと思われがちなんですけど、どちらかというと、あの、 そういう演歌とかじゃない、普通の J-POP の場合とかだと、こう、一般的に言われるのが、例えば、清木場俊介の愛の形とかだったら、んなんだっけ。どれほど君を愛せば、この夢の痛み消えるだろう、消えるだろう、みたいな、ロうみたいな感じの、 あの、アレンジかなアレンジっていうものがものすごく、あの、豊かで、本当に、普通の人ができない技だと思います。まあ、これは歌手全般に言える技術だと思うんですけど、それの拳っていうものが、清木場さんは、本当に、たけてるっていうところなんですよ。で、5つ目、えー、感情が本当にこもっている。あの、特にね、なんていうか、教科書通りやっぱり歌っても、つまらないんですよね、歌っていうのは。で、 どんな風に、あの、するかっていうと、やっぱりその曲のラインっていうのがあるんですけど、ドレミファソラ指導のところなんですけど、清木場さんの場合は、この、普通のこのラインのところからこう、ぐーんっていく感じなんですよ。ぐーんって。わかるかなこれわかってくれる人いるかななんて言うんだろうな。例えば、運命の人とかだったら、あの、 君がいのほかの誰かをまたって感じで歌うじゃないですか。だけど、清木場さんの場合だと、君がいのほかの誰かをまたみたいな感じで、うー,うーんって感じなんですよ。本当に、あの、これはね、あの、相当技術必要だと思うんですよ、ね。まあ もうものすごく技術を持ってるんですけれども、あとしはどっちかっていうとまっすぐ歌う派で、清木場っていうのは本当に、あの、リズムと、あとは、その曲の、すごくメッセージ性に沿ったような、あの、歌い方をやってますね。まあそういうところって微妙なね、あの、細かい部分を言い出すとものすごくね、あの、 いや、すごいなってこ、のこの人ほんとすごいなと思うんですけど、まあそういう、うん、魅力の、あの、詰まってる歌手っていうのがもう本当に清木場さんなんです。清木場俊介。ほ本当に僕も、あの、憧れて小学生の時から、あの、EXILE の歌をずっと歌ってきましたし、それのおかげで、まあ少しこう歌が上手くなったりとかもしたんで、本当に感謝してますね。はい。そんなところでまた清木場さんの ね、あの、魅力について語る動画も出していこうと思うので、またね、チャンネル登録、えー、高評価、えー、してみてください。それじゃ。